喧嘩の悩みは尽きず、はい、まあ、一人の時はいいけども下の子が生まれると上の子が大変になるとか、本当にね、たくさんのお悩みをいただくんですけど、はい、しばらくこう待って、はい、3秒、はい、たった3秒でいいので、はい、待つっていうことをしてほしいんです、はい、でもある時こうただひたすらこう相談を聞いてたら、はい、あっ、私こうすればいいんですねって向こうの方が言ったんです。何かそれを保護者の方だったり、はい、先生だったり、なんかこういう機会があって、はい、伊藤美香的輝く女性像ということなんですけれども、はい、あの私の思うその輝く女性像っていうのを聞いてね、はい、いただきたいと思います、はい、皆様はじめまして、輝きベビーアカデミー代表の伊藤美香です。皆さんこんにちは、女優の佐藤美久です。さて、前回から始まりました輝きベビールーム、この番組は長年の幼稚園教諭での経験を生かし、これからの時代に必要な教育法を確立した全く新しい乳幼児教育のカリスマ先生伊藤美香さんが、このラジオ番組を通して実際に子育てに悩んでいる全国のパパやママに届けたいというコンセプトの子育て支援番組です。ラジオを聴きの皆様に、乳幼児教育カリスマ伊藤美香先生が過去の豊富な経験事例やエピソードをもとに分かりやすく解説していただき、いろんな生活の中でのヒントをお伝えしてまいりたいと考えております。はい、改めまして、一般社団法人輝きベビーアカデミー代表理事の伊藤美香です。私も長年子どもたちと、ずっと関わってきて、子どもたちの素晴らしい能力に本当にいつも感動していました。子どもってもともと素晴らしい能力を持っているんだなっていうことをたくさん発見してきたので、それをできるだけ多くのパパやママにお知らせしたいと思って活動しています。今回はこれをラジオを通して新しいパパやママにお届けできることを楽しみに、しています。ぜひまだまだ経験不足で、お隣にいる、ごめんなさい、ちょっと大丈夫ですか。はい、大丈夫です。はい、本当に、はい、私頑張らせていただきますのでよろしくお願いいたします。美香先生、大丈夫ですか。では、はい、ではまず大丈夫ですか。まず、伊藤美香先生のですね、ちょっと略歴をですねご紹介させていただければなと思います。はい、伊藤美香さんはですね、神奈川県のご出身で、ご自身の子供さんがモンテッソーリ教育の幼稚園で素晴らしい成長を遂げたことに感銘を受け、モンテッソーリ教師の資格を取得。このモンテッソーリ教育とは、公益財団法人才能開発教育研究財団日本モンテッソーリ教育総合研究所のサイトによりますと、子どもには自分を育てる力が備わっているという自己教育力の存在が前提であると提唱されているもので、この実践として保育園幼稚園勤務26年、また輝きベビーアカデミーの事業などを通して約2万人の親子と関わってらっしゃった、日本におけるモンテッソーリ教育の第一人者のお一人でもいらっしゃいます。現在自身のスクールを運営、ママ向けの子育て講座やインストラクター養成講座を開催されてらっしゃると同時に、保育園幼稚園の教員向け指導を行うために全国を飛び回ってらっしゃいます。そして伊藤美香さんと一緒にこの番組輝きベビールームを進行してまいります、私佐藤美久は、普段は女優としてドラマや映画に出演参加させていただいております。そしてここ市川うらら FM さんで佐藤美久の女優度誠の間という番組でもレギュラーパーソナリティとして出演させていただいておりますので、この番組同様にぜひお聞きいただければと思います。なお、この新番組輝きベビールームは再編集映像配信版として、放送後約1週間程度で YouTube にアップしていただきますので、ぜひ輝きベビールームで検索いただきますようお願いいたします。それでは今回最初のコーナーは子育てリアル相談室のコーナー。はい、このコーナーは伊藤美香さんが長年の経験の中で実際に相談を受けた事例について、その当時の様子とその後どう変化をしていったのかなど、ビフォーアフターについてまさにリアルにその問題点に含めて解説していくコーナーです。美香先生、今回はどういった事例についてお話しいただけますでしょうか。はい、
今日は兄弟喧嘩についてなんですけれども、はい、みくちゃんは兄弟いらっしゃいます？はい、3人兄弟で弟と妹がいます。あ、じゃあもうお姉さんなんですね。そうですね、はい。小さい頃兄弟喧嘩とかされました？しましたね。結構、結構はい、したと思います。みくちゃんが勝っちゃう方ですか？いや、結構互角というか、皆さん頑張ってそれぞれ互角に戦ってきたっていう感じですね。はい、思います、はい、本当にあの兄弟喧嘩の悩みは尽きず、はい、まあ、一人の時はいいけども下の子が生まれると上の子が大変になるとか、本当にね、たくさんのお悩みをいただくんですけども、はい、今日はその兄弟喧嘩ですね、はい、まあ、当時5歳3歳0歳の男の子の3人のお子さんを持つ、はい、いらっしゃるママのからのご相談だったんですね、はい。例えばその先日、はい、朝食の時にフルーツのデザートを、はい、オレンジを出したそうなんですけれども、はい、その次男の子が、はい、オレンジが嫌だと、はいはい、そう、その3歳の男の子がオレンジは嫌だって言い出したんですって、はい、で今日はバナナが食べたいって、すごく泣いてダダを出したと、はい。でママはやっぱりここでバナナをあげてしまうと、うん、他の2人もやだ僕たちもってまた大変なことになると。そうですね、そうですね、はい、はい、もう情景がここで浮かんできます、はい、なのでまあもう本当にあの一言でダメよ今日はオレンジなのって、うん、本当にねこんな些細なことなんですけど、ね、はい、そこから大変な、もう本当にあのギャンギャン泣き始めて、もう手がつけられなくなってしまって、なるほど、もうこんな時どうしたらいいんですか、はい、っていうご相談をね受けたんですけれども、はい、あのやはりまずそのお子さんがオレンジは今日は食べたくないと、うん、はい、そしてバナナを食べたかった、うん、この気持ち、はい、これまず言葉にして伝えてみましょうか、はい、っていうことをお話ししました、うんうん、でお母さんはえみたいな感じで、あ、またちょっとびっくりっていう感じで、はい、続けてこうこちらの言う通りにさせなきゃいけないと思うじゃないですか、こうしなさい、あ、しなさいということですね。そうなんですよね、はい、だけどやっぱりそこでギャン泣きされて効果がないし、うん、余計大変なことになっちゃうパターンが多いと思うので、はい、うん、私はまずはそのとにかく何か言ってきたらその子の気持ちに寄り添う、うん、なのでその子が何考えてるのかなと思って、はい、その子の言葉として伝えてあげる、うん、それがすごく大事かなと。でそれで成功した例がたくさんあるんですね。でまずは、はい、そっか、じゃあ今日はオレンジが嫌だったんだね、うん、バナナが食べたいのね、はい、って言った後に、まあ、しばらくこう待って、はい、3秒、3秒、はい、たった3秒でいいので、はい、待つっていうことをしてほしいんです、はい、黙るってことですか？そうなんです、この待つっていうこの3秒は、はい、天使の間、天使の間、はい、あの呼ばせていただいてるんですけれども、めちゃくちゃ可愛い。そうなんですよ、この3秒のその天使の間がですね、はい、お子様に葛藤の時間をあげるんですね、はい、なので食べたいけど、はい、食べちゃいけないのかもしれない、食べたいけど食べちゃいけないのかもしれないって、この2つの気持ちで揺れる時間がこの3秒。でお子様が自分でここで判断していくわけです、はい、もしかしてこの状況を見ると、うん、僕は食べちゃいけないのかもしれない、でもママが一応気持ちは言ってくれたと、うん、バナナ食べたいと、はい、気持ちを言ってくれたのか、はい、だからちゃんとちょっと考えてみようかなって考えられる時間なんですね。でその後にですね、ママが、はい、実はねあなたはバナナ食べたかったかもしれないけれども、ここでバナナにすると、はい、またみんなもバナナバナナって言ってしまうんじゃないかと思って、ママはとっても心配なの。ママの気持ちも言う。そうなんです、ママは我慢しないで、はい、自分の気持ちをここでね言ってほしいんですね。でそうすると、はい、今度はママの気持ちはそうなんだって分かるので、ママのためにじゃあ今度はどうしたらいいだろうと、自分の気持ちとママの気持ちを考えながら次に対策を考えることができるようになります。なるほど。なので育児ってこう正解ではなくて、はい、その時に相手の気持ちと自分の気持ちとちゃんとこう確認して、はい、じゃあここでどうしようかなってこうすり合わせていって問題を解決していくってことがね非常に大事かなと思ってます。なるほど。前回もお話しいただいたんですけれども、うん、共感ってすごいやっぱ大事なんだなっていうのも思いました。そうですね。そして今あの今回ちょっと、うん、はい、天使の間ということで、はい、皆さんぜひ覚えていただければなと思います。はい、3秒で、3秒待ってください。天使の間をちょっとね、ぜひ試していただきたいなと思います。はい、いかがだったでしょうか。やはりリアルな相談、Q&A にはですね、説得力があると申しますか、やはり現場の経験って大事なんだなと改めて感じました。美香先生ありがとうございました。はい。
大好きなパパやママになるために。続いてのコーナーは大好きなパパやママになるために。美香先生の理論によると、子育てもいい父親母親に成長していくためにはコーチングが大切だそうで、そもそもこのコーチングはスポーツから派生して現在はビジネス分野で人材開発の手法として用いられ、特にアメリカでは主に個人を対象とするようですが、日本では企業の組織開発のための管理職研修という形で広まっています。そしてここでは子育てにおけるコーチングのヒントを新しい未来のパパやママに向けてアドバイスしていただきます。さて美香先生、そもそもコーチングの必要性を子育てに導入しようと思われたきっかけは何だったんでしょうか。私が勤めていた、はい、幼稚園の若い先生からの相談とか、はい、保護者の方からの相談を受けて、はい、だんだんそのコーチングの大切さに気がついていったんですね、はい、で先生とか先生聞いてくださいってこう相談に来たり、はい、保護者の方も先生聞いてくださいってよくね、はい、相談にいらっしゃるんですけれども、最初のうちはそれをずっとね聞いてたんですね、はい、でそのうちにまあ、やっぱりアドバイスした方がいいのかなと思いまして、はい、私も一生懸命アドバイスしてたんですけれども、はい、なんかこう振り落ちない顔をして帰っていかれるのが、はい、なんとなくこう私もこうちゃんとしたアドバイスができなくって、なかなかこう自分にも能力がないかなって落ち込んでたんですね、はいはい、でもある時こうただひたすらこう相談を聞いてたら、はい、あって、あ、私こうすればいいんですねって向こうの方が言ったんです。で何かそれを保護者の方だったり、はい、先生だったり、はい、なんかこういう機会があって、はい、あれみんな相談に来るのに私何にも言ってないのに、はい、なんか勝手に答え見つけてるじゃんって思ったんですよ、はい、でこれって何って思って、はい、すっごく調べたんですね、はい、文献とかネットとか、はい、そしたらこれってコーチングなんだっていうのに気がついたんです。はなるほど。そこでめちゃくちゃ勉強しまして、はい、まあ、すぐにね現場でこう実践していったんですけれども、はい、本当にそのコーチングっていうのが子どもたちにも使えるんだっていうのがね、うん、分かったんです。で実際に勉強しながら、はい、じゃあ子どもたちにこのコーチングの理論にのっとって、はい、接してみようということで、はい、ある時 R 君が、はい、先生、はい、仲間に入れてくれないってきたんですね。なるほど、はい、締めたチャンスと思いまして、はい、まず共感してみました、はい、そうか仲間に入れてほしかったんだ、はい、そうだよね一緒に遊びたいよね、はい、って言ったんですね、はい、でしばらくしてから、ここで天使の間、皆さんまた出てきましたね、はい、天使の間です。天使の間をちょっと取りまして、はい、でしばらくしてから、そうかじゃあどうすると聞いてみたんです、うん、はい、そしたらそのあるくんしっかり考えてしばらくしてからもう一回行ってみるって言って、まあ、勢いよくまたその子のところ行ったんですね、はい、で私も遠目で見てたんですけど、はい、いいねってって、はい、やだよあまた言われて断られちゃった。またちょっと帰ってきたんですね、はい、すごい先生ダメだった、うん、そうか、まあ、せっかくね勇気を持ってで、はい、入れてって言いに行ったのに、はい、またダメって言われちゃったんだ、うん、一緒に遊びたいのにね悲しかったね、うん、寂しいねって言ったんですね、はい、でそこでまた3秒天使の間ですね、天使の間、はい、しばらくしてからどうするって聞いてみました。またその子は考えて、はい、もう一回行ってみる、すごい、また行ったんですよチャレンジ精神すごいですね、そうなんです、またこうあすごいなと思いながらも、はい、また勢いよくこういいねって言いに行きました。やだよあまた言われてるんですね。でこれをやり取りを何回かしたんですけれども、はい、ただひたすら私は聞いて共感し、はいはい、天使の間を取り3秒取って、はい、そしてどうするってもうこのね単純なパターンだったんですが、どうしたかっていうと諦めて他のこと遊びました、はい、でもその子ねすっごいすっきりした顔してたんですよ。すごい自分で諦めた、はい、これも一つの解決策ですよね。なるほど、自分で決められたのですっきりしてたんだと思うんです、うん、誰かが仲間に入れてあげなさいってもしその子のことを言ったらいいよっていやいや言えると思うんですよね。なるほど、で本当に無理やり大人がねそうやって仲良く、はい、
験させても、はい、またやはり喧嘩が始まったり、うん、こ う, うまくいかなくなったりするので、はい、やはりこれは子どもに考えさせるっていうやり方、これが本当のコーチングなのかなと、またその時にはね、やってしまいました。あと、うん、でも考えさせるってやっぱ重要ですね。そうですね、大人になってもそうですけれども、やっぱ子どもの頃から考えるっていうのはやっぱ重要なんだなって改めて。はい、今日のお話をちょっとな要約すると、はいはい、やはりコーチングって正解はないかなと思ってるんですね。なるほど、はい、なのでお子様にやはり考えさせる、その問題を自分でどう解決していくか、はい、まあ、その考えるための道しるべを、まあ、こういうコーチングの会話法で導いてあげることなのかなと思っています。はい、ありがとうございます。やっぱ天使の、ま、大事だなってすごく感じました。ここでも、はい、ぜひ皆さんちょっとチャレンジしていただければなと思います。そうですね、これは本当に効果が絶大なので、はい、おすすめ、チャレンジしてみてください。ありがとうございます。いかがだったでしょうか。以上、大好きなパパやママになるためのコーナーでした。ミカの甘くてすみません。さて、伊藤美香さんにはですね、この番組で、子育てのカリスマ先生としていろいろな特色ある理論や実践、研究成果など貴重な経験を基づくアドバイスなどをお話しいただいておりますが、このコーナーは全く趣旨を変えまして、そんな、美香先生が実はとても甘党で伊藤さん、美香先生のこだわりのお店や、スイーツについて思い出なども交えてご紹介いただくコーナーです。題して、美香の甘くてすみません。さて、美香先生、今回はどういったものをご紹介いただけますでしょうか。はい、私小さい頃に大好きだったお菓子があるんですね、はい、もう本当にそれをもうすごく貴重だったので、はい、もう一つ一つ一口一口大事に食べた思い出があるんですけれども、それは何ですか。それはですね、はい、レーズンウィッチ。レーズンウィッチ、はい、はい、皆様ちょっとご存知かもしれないんですけれども、はい、小川県のレーズンウィッチなんです、はい、昔はレーズンサンドって言われていたんですけれども、ーレーズンサンド、なるほど、はい、レーズンサンドとかレーズンクッキーとかね、言われているものなんですけれども、はい、調べたところ、はい、今はレーズンウィッチっていう、ちょっとおしゃれになりましたね。ちょっとおしゃれになりましたね。そんな名前だったかなとか思ったんですけども、ね、はい、本当にすぐに売れてしまうので、売れてしまうので、もう貴重で、父がよく、まあ、職場の近いっていうこともあって、はい、たまに買ってきてくれた時に、本当にその貴重なそのレーズンウィッチを、はい、兄弟と共に分け合って食べていたという記憶があります。そうなんですね。ちなみにどこに あったんですか。その時は新橋なんですけれども、はい、今は結構目黒とか、あ、ね、まあ、店舗も増えてきているんですが、まあ、その時には、まあ、本当に貴重な、はい、レーズンそのクッキーの間に生クリームとレーズンが、はい、ね、はい、もう程よく程よい甘さで入っていて、はい、めちゃくちゃね、大好きでした。なるほど、いいですね。私もレーズンクッキー大好きなのでちょっと食べたくなってきましたね。本当ですね。また次回もぜひ甘いお菓子のお話ししていただければなと思います。ありがとうございます。はい、以上、美香の甘くてすみませんのコーナーでした。輝く女性ミニミニアカデミー。改めまして、今お聞きの番組、輝きビビールーム、担当は伊藤美香と佐藤美久でお送りしております。続いてのコーナーは輝く女性ミニミニアカデミーということで、番組オープニングでもご紹介させていただいております通り、輝きビビーアカデミー代表として、ご活躍されてらっしゃる伊藤美香さんが、子育て限定ではなく、この番組をお聞きのすべての女性の皆さんにより輝いていただきたいという思いが込められたコーナーです。では美香先生、ここからはお任せいたします。ちょっとお任せですね。あ、ごめんなさい。あ、ぜひよろしくお願いします。まあ、その伊藤美香的、はい、輝く女性像ということなんですけれども、はい、私の思うその輝く女性像っていうのを聞いてね、はい、いただきたいと思います。はい、私は小さい頃に母に、はい、いつも綺麗にしていなさいというふうに言われていたんですね。すごい素敵ですね。はい、でイベントとか、例えばお正月とか、はい、まあ、そういう時には洋服をこう新調しに買いに行くんです。
でそれがなんかこう楽しみ で、はい、で新調した服を着てお正月を過ごすとか、はい、あのピアノの発表会とかっていうのもあるんですけれども、はい、その時には私がデザインした服を母が縫ってくれて、もう好きなようにこんな風にしたいっていうものを書くと、はい、その通りに縫ってくれて、すごい、それを着てピアノの発表会に出るという、はい、まあ、そんなことを、ね、していました。すごいですね。あのピアノ自体はすぐにあの忘れてしまって、あちゃんと弾けたことがなかったんですけど、そうまあでも衣装だけはもうバッチリと決めて、で小さい頃、はい、私あのデザインするのが好きでドレスとかをよく描いて、はい、まあ、本当にあのデザイナーさんのようにドレスを描いては、はい、家にある布を引っ張り出して、はい、そしてあのドレスを作って、はい、あご自身でも。そうなんですね、まあ、布をこう巻くっていう感じなんですけれども、あのそういうものをこういろいろ引っ張り出してきてドレスを作ってファッションショーとかやってね、遊んでたんですね。だから今でもこの買い物に行ってあのショッピング大好きなんですね。なるほど、かっこいいですでですね、はい、やはりあの女性っていうのは、はい、やはりおしゃれでいるべきだと思っているんです。なるほど。で昔から、はい、あの私はその保育の現場にいるんですけれども、はい、そうですね、はい、保育士さんっていうのは、まあ、汚い、きつい、それから何だっけな、危険、あ、うん、まあ、その 3K ってそういうのがあるんですか、言われてるんですけれども、はい、だからこそ私はその保育士さんでもおしゃれにあえてしていきたいなと思っています。なるほど。で私の運営する輝きベビー保育園では、はい、実はそのネイル、これもね、はい、結構ね業界ではタブーなんですけども、そうですね、よく聞きますね、うん、でも保育士さんたちにネイル OK、 それからアクセサリーもつけていいよっていう風に指導しています、そうなんですか。そうなんです。だから本当にあの保育園に行くと先生たちがネイルしているとすごく嬉しくなるんですね、はい、おしゃれしてくれてるなって逆に嬉しくなって、あそれ何って、あ見せて見せてって話題をしてるんですね。あとは保育士さんが着ているエプロンも私がデザインしたものを作っていただいて、はい、着ていただいてます。すごいいいです。モチベーションめちゃくちゃ上がりますね、やっぱり。そうですね、はい、だからその汚いと言われている、まあ、職業、まあ、保育士さんであってもいつもおしゃれにしていていただきたいし、はい、あの子供相手だからといって、はい、本当に傷つけるようなものをね身につけたり、はい、まあ、するのはちょっと違うかなとは思いますが、まあ、その許せる範囲の中でちゃんと考えて、女子的な範囲ですね、そうですね、はい、いただいて、あのおしゃれをね大いにしていただきたいなと思ってるんです。なるほど、うん、なのでやはり女性、輝く女性はまずは、うん、おしゃれにいるっていうことを、はい、大事にしたいなと思ってます。ダメだよではなくてちょっと緩めてあげることで、うん、こう働きやすくなるっていうのもすごい大事だなってすごく感じました、はい、ありがとうございます、いかがでしたでしょうか、美香先生のいろんなお話、各コーナーでのアドバイスは参考になりましたでしょうか、もっと詳しく知りたい、美香先生の、ところで実際に勉強してみたいなどのお考えの方はぜひ輝きベビーで検索してみてください。以上、輝く女性ミニミニアカデミーのコーナーでした。皆さん、なんともうエンディング近づいてまいりました、お送りいたしました新番組輝きベビールーム、皆さん最後までお聞きいただきましてありがとうもありがとうございました、この番組輝きベビールームは毎月第2第4土曜日お昼2時30分からお送りしておりますので、ぜひ次回放送もお聞きいただければと思います。美香先生、いかがでしたでしょうか。はい、楽しかったです。あ、よかったです。でもなかなかこう言葉足らずで難しいなと思いながらも助けていただいて本当ありがとうございました。はい、美香先生、そんな美香先生、このいい、素晴らしい本がございまして、黄色いページで、あるんですけれども、モンテッソーリ教育×ハーバード式、子どもの才能の伸ばし方ということで、はい、こちらこれ2月に出させていただいたんですが、美香先生の本でございます、はい、まあまあ発売1ヶ月で、はい、もう3すり目すごいなりまして、まあ、とてもあの皆さんに喜ばれています。すごい、もう漫画がものすごく可愛らしいイラストもついてすごく分かりやすく、うん、あの、はい、書かれていますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします、いただければなと思います、はいはい、ありがとうございます。
それではですね、この番組をお聞きの皆様、ご意見 ご感想ぜひお送りいただけますようにお願いいたします。宛先お伝えいたします。メールアドレスは info@plus-vox.com 輝きベビールームまでお待ちしております。それでは輝きベビールーム、またお耳にかかりましょう。皆様のお相手は伊藤美香と佐藤美久でした。では皆様、この番組最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。